あ、岩下さん、猿田彦。ね、猿田彦は道先案内なんですよ。ね。あの、猿田彦はどういう方かっていうと、あの、小学生のような感じの人っていうふうに思ってください。で、小学生ってどんな感じかっていうと、童心の心を持ってるでしょ。だから知的好奇心。だから好奇心っていうのは、あの、何かをね、手に入れたいとか、まあ、いろんな好奇心があるんだけども、猿田彦ににぎっていうのは知的好奇心って言って、いろんなことを知りたいっていう、こういう欲求がある人なんですね。はい。ですから、その欲求を満たすっていうことが人生の使命になるんですよ。で、それも、あの、小学校って、さ、あの、算数とか国語漢字とか、いろんなものを覚えるでしょ。だから暗記力があるので、資格を取る。それも基礎なんです、基礎。資格を取るということがすごく大切になります。で、この資格を取ることによって、前線で活躍する。お客様を直接、いろんなサービスや技術の提供を行っていく。医者や弁護士や、税理士や司法書士やっていうね、こういう、この、例えば、整備士なんかもそうかもしれませんけど、資格を取って自分を生かしていくっていう、こういう方なんですよ。ですから、この方っていうのは素直なんですね。はい。だから、この方々を褒めるときっていうのは、人よりすごいことをやるとか、生産性を上げるとか、なんか一番になるっていうことを褒めるんじゃなくて、人と同じことをできたら褒めるっていう。あら、これもうみんなと同じことでできてるね、すごいねっていうふうに褒める。でも、ここって意外と、あの、落とし穴で、皆さんね、褒められないんです。そこって人と同じことをやってるのは普通だから、普通を褒めようとしないんですね。だから、人と同じことをができたら褒める、ね、で、頑張ってる姿を褒めるっていうようなことをやると、猿田彦とか二人の方はどんどん伸びていくんです。はい。そしてね、このね、学ぶ時の姿勢っていうのはあるんだけど、学ぶ時は二人と猿田彦に習えっていうのがある。これどういうことかっていうとね、自分のスケールで測ってはいけない、学ぶときは。で、このスケールっていうのは器ですから、自分の器で測ってしまうと、器以上のものは受け取れなくなるんですね。じゃあ、このスケール、器は何が決めるかっていうと、あなたの正しさが決めてしまうんです。ですから、自分の正しさは一旦脇に置いて、全てを TTP、 これ何か、徹底的にパクるってことなんです。だから、徹底的にパクることによって基礎の知識ができますよっていうこと。だから、皆様も今こうやって私の話を聞いてるでしょ、ね。まあ、これが学びかどうかわからないけど、まあ、学びという時間であるならば、ね、自分の正しさを一旦脇に置いて、全てを受け入れる。その中で、何を使うかを自分で処理すればいいんですね。だから、こういう話の中で途中でこう誹謗中傷を入れる人が、まあ、ここはいませんけど、あの、他のライブとか見るといるじゃないですか。ああいう人って自分の正しさを持ってるから、何一つ学べないんですよ。非常にもったいないね、学ぶ機会をね。はい。思いとまざ、思いって、学んで思わざるは、あの、暮らしという言葉があります。ね。あの、学んでも思わなかったら人生暗くなるよ。また、思いて学ばざるは危うしと。ね。思っても学ばないで自分の価値観だけを貫こうとすると危うい。つまりね、危険分子になるよっていうふうに言われてるんですね。これ、孔子の言葉です。